はい、皆さんこんばんは。参ります。5、4、3、2、1、へーということで、皆さんいかがでしたでしょうか。ね、レッドサンデーサンダーライブ、今日のレッドサンデーサンダーライブいかがでしたでしょうか。終わった後にこのケビンのレッドサンデーサンダーライブ、ケビンのつぶやきということで、ケビンがつぶやいてみたいなというふうに思っております。ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。それではまず定番でございます、お願いソングから参りたいと思います。グッドグッドグッドボタン、グッドグッドグッドボタン、よろしく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 お願いします。チャンネルチャンネルチャンネル登録、チャンネルチャンネルチャンネル登録、よろしく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 お願いします。ということで定番となっております、お願いソングでございます。本当にね、支えられなければ番組は運営できませんので、皆様のねお力を一つでもお借りできればありがたいかなとケビンは思っております。そしてね、今日のねケビンのレッドサンデーサンダーライブのつぶやきはですね、ピクニックの中で使われている楽器のご案内をしてみたいと思います。一つはですね、皆様もですね番組ご覧になっている方大気になっていると思いますが、この方です。この方見てください。この方、これなんかねすごいんですよ。これ見てくださいよ。これチキンですよ。でこれね、木じゃなくてね、これ何かっていうとね、チキン肌があるんですよ。これ皆さんわかります？これほらチキン肌なんですよ。これほらね、で口開けちゃってこれすごいですよ。これチキン肌見てください。これこのまま行くと、こう空飛ぶチキンみたいなピーンって飛んでいくとかありますか。このチキンすごいですね。これ見てくださいよ、ね、チキン肌で鶏っぽくない、なんだろう、そのフライドチキンっていうかね、あのチキンの割り焼きがそのままね毛むしられてそのままこういる感じだから、ね、チキン、これでこれをねアヒルさんもガーガーってやったんですよ。これアヒルじゃない、チキンですけどね。でこれがですね、まあ、あのレッドさんで皆さん気になってるものだと思いますが、これすごいですよ。今日ねカメラの前にじっくりとご覧いただきたいと思いますが、ほら皆さん見てください。これほらチキン肌ですよ、チキン肌ね。こう驚くでしょ。これすごいですね。なんかね手間みたい、すごいですね。これがですねレッドサンデーの中で行われているピクニックの中のアヒルさんのガー、アヒルさんもガーガーってこれですよ。これがそのガーガーやってるところですね。でどうもねこのね蝶ネクタイ、あネクタイ、蝶ネクタイしてますよ。すごいですね。蝶ネクタイのここのところがこう固くなってて、ここにどうもですね鳴るものが入ってるらしいんですよ。でここからと送るとこう音がするんですね。あうあうですね。これをですねある100円ショップで見つけましてね、これすごいですね。これ空飛ぶチキンということなんですね。これがですね、アヒルさん、お顔を越え行こうよ、口笛吹きつつ、空は澄み青空、巻き場を刺して歌おう、ほがらに共に手を取り、ランナ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 、アヒルさん。これなんですよ。でもケビンね、ギターで歌ってるんですけど、ケビンもこれやりたいですね。これやってみたいと思っておりますよ。皆さんいかがですか。ねえ、こんなのか、あのね、ピクニックね、もうケビンもね楽器ないと歌ってるだけじゃなくて、なんかいろんな楽器やってみたいと思うんですよ。ピーピーピーってやりながら、いろんな楽器があってね、今日はこれガーガーさんともう一つ持ってきてるんでご紹介してみたいなと思っておりますが、皆さんね本当にたまにはケビンにもやらしてみたいな、アカペラでやるか今みたいに、ピクニックアカペラ、ケビンも楽器やるぞみたいなね、そんな感じでやってみたいなと思いますけど、どうですかね。今日2つ目のご紹介、今日2つ楽器ご紹介します。もう一つこちらでございます。これ分かります。これなんか入ってるんですよ。小豆ですよ。小豆が入ってて、これで雅子が作ってきたんですよ。あの杉田雅子が。で結構ねこれやかましいんですよ。これすごいですよ。これねちょっと軽くこれやってみましょうか。おかごとへ行こうよ、水へ吹きつつ、空は澄み青空、巻き場を刺して歌おう、
小柄に共に手を取りランダ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 マサカラもイエーイランダランダナホさんもイエーイ歌声合わせよ足並み揃えよダオーアイアイダーということで君どうでしょうか。なんかね一人でねこんなことしてるとバカですよバカ。ワンコーラスをお届けしたくなっちゃう。いきますよ。おかを越え行こうよ口笛吹きつつ空海青空街場を指して歌おうほららに共に手を取りランダ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 キムさんランダランダヤギさんもだら歌声合わせよ足並み揃えよ今日はゆたいだあすいません大変バカバカしいことやって、お騒がせしてすいません。あのねケビンも、ね、やりたいと思ってますよ。うわーってやりながらでもねやっぱりねギター弾いて伴奏しなきゃいけないんでしょうねきっとね、そんなことで今日はですねケビンのつぶやきの中でケビンが一人でピクニックのこの楽器をやらさせていただきましたどうもありがとうございました。次回はですね何を飛び出すか分かりませんが次回もぜひピクレッドサンデーサンデーライブが終わりました後このケビンのレッドサンデーサンデーライブケビンのつぶやきぜひお楽しみにしていただきたいと思います。それではお別れにいきますよ。5、4、3、2、1へーいということでありがとうございました。さよなら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。アッパーズのあさちゃんでした。なほでした。またねー。